独立行政法人国立病院機構岩手病院は岩手県一関市の医療機関。国立病院機構に属する病院で政策医療分野における重症心身障害と神経、筋疾患を対象とした医療を中心に地域と連携した医療を提供している。病院の基本理念は心からの満足すべき全人的医療を目指します。 当初は、小医軍人療養所として創設され、戦後に、厚生省に移管され国立療養所となった。戦後は、結核治療を行っていたものの患者数減少により、他の国立療養所と同様に、重症心身障害、神経難病、脳卒中後遺症などの患者への医療を提供する病院となった。近年は、地域医療にも力を入れており、低配機能性疾患や、 回復期リハビリテーションなど専門分野を中心に、脳卒中、大腿骨警部骨折のクリティカルパス、二次、救急病院臨番体制への参加、地域医療連携室や開放型病床の設置、CT など医療機器の共同利用など、各種取り組みを進めている。1九9九年九月九日深夜、第五病棟に入院していたスジジストロフィーの男性患者が装着していた。 人工呼吸器が停止、患者が死亡する、医療事故が発生した。調査では故障原因を特定することができなかったため、事故発生前に、女性看護師が人工呼吸器の加湿器に給水を行った際に、アラームの消音スイッチとメインスイッチを間違えて操作したとして、業務上過失致死罪で起訴された。女性看護師は無罪を主張して、裁判で争ったものの、一審で有罪となり、 仙台高裁での高訴診、最高裁での上告診とも帰却されている。勤務実態のない医師を上勤として届け出て、診療報酬の不正請求を行ったとして、2000年6月1日に保健医療機関取り消し処分を受けた。岩手病院では、当時、外来患者数の伸びに対して、医師の確保ができず、医師数が医療法における人員配置標準を下回ることで、 診療報酬が減額されることを回避するため、勤務実態のない医師1名と、週1回勤務の非常勤医師2名を常勤として届け出ていた。これによって発生した診療報酬の不正請求は、合計10ヶ月間で8億1542万円に上った。保健医療機関取り消し処分を受けたため、重症心身障害患者以外の入院患者の約半数は退院。 または、定員、約2000人の外来患者についても7割を単位へ紹介した。専門医療を必要とする、神経難病、重症心身障害、低肺機能患者など569人については、療養費の受療委任払いによる診療継続が認められた。専門的治療が必要な患者の保護や適切な、 地域医療の確保の観点から3ヶ月後の2000年9月1日には一般病床50床を給油化として神経内科、呼吸器科、小児科、歯科の4診療科について保健医療機関として部分的に再指定された。処分後から5年後の2005年6月1日に保険医療機関の指定の変更届を提出、一般病床50床を再開し診療科も 従前の体制となった。病院公式サイト、アクセスも参照。ありがとうございます。